停電爆弾。中央右にスプールに巻かれプラスチックケースに収められた炭素繊維ワイヤーが見える。停電爆弾、ブラックアート爆弾とは爆発によって炭素繊維を主体とするワイヤーを撒き散らすことで送電のための施設などにショートを起こさせ機能を奪い停電を発生させる爆弾である。直接的には被災傷兵器であることからソフト爆弾とも呼ばれる。 この兵器は爆発によって電気抵抗が低く電気伝導の性質を持つ長い炭素繊維のワイヤーを大量に周囲に放出し発電所から送電施設や電線路など電力系統の絶縁を損なって電力喪失を妨害するこの炭素繊維は大量に施設に付着することで機能を奪うわけだがこれを除去しないことには電力供給を行えないことから 復旧に時間がかかり、その除去作業完了までの間は、継続的に電力を必要とする各種活動を妨害する。また、爆弾の作動によって、有害物質を撒き散らしたり、高速の破片を周囲にばらまいたりしないという性質のため、直接的には人体に影響を与えないとされていることから、非殺傷兵器に分類される。ただし停電に伴って、 副次的に予測される通信及び交通機関や輸送施設の停止といった社会的な混乱や生命維持装置など直接人命に関わる装置の停止による致命的な事態は考慮されない。アメリカ軍が保有するナス九 -94 が同種爆弾としてよく知られており、このクラスター爆弾の一種である爆弾は小爆弾のプル -114B から内部に収められた。 炭素繊維ワイヤーを放出する。このワイヤーが送電施設に絡みついてショートさせ、送電施設を麻痺させるのである。この爆弾は1990から1991年の湾岸戦争及び1999年5月にコソボ紛争で実際に使用された。同爆弾は炭素繊維を使用することからグラファイト爆弾とも呼ばれる。 fas.org 記事実物写真図解あり。ありがとうございます。